白雪姫殺人事件という作品をご紹介します、はい、これはですね、告白など の、 あの原作者の湊かなえさんが2012年に発表したサスペンス小説をですね、井上真央さんが主演で映画化している作品なんですけれども、白雪姫殺人事件というタイトルと、それから井上真央さん主演というところで、はい、ちょっとこう柔らかなものをイメージしたんですが、うんうん、湊かなえさんのサスペンスなんですね、これ。そうなんですよ。だからやっぱり本当に恐ろしいというか、歯ごたえありそうですね、これ。そうなんです、そうなんです。やっぱりこう一筋縄ではいかないというか、このお話はその、井上真央さんが働いている化粧品会社で働いてるんですけど、その化粧品の会社で非常に美人な三木のり子さんというですね、女性がいて、で何者かにですね、10箇所以上刺されて、で焼かれた死体が発見されて、まあ、惨殺される事件が起きて、でその容疑者がですね、その三木のり子さんと同期入社で地味な存在 の、 その女性、井上真央さんが演じる主演する白野美希という女性に疑惑が向けられるんですね、はい、でこ の、 テレビのワイドショーはその美希、その井上真央さん演じる美希 の、 同僚とか同級生とか故郷の人々とか家族を取材してですね、なんか次々にその関係者たちはですね、その美希に、その美希さんに関することを証言していくんですけど、そうすると、まあ、それを、まあ、本人もまだ捕まらない状態で見ているんですけど、自分自身が本当にこうやってないこともやってることもいろんな口から話がされるので、うん、もう本当にこう自分が本当にこんなことしたんだろうかっていうことがですね、自分自身でも分かんなくなってくるし、証言が微妙に食い違っていることとかもあって、事件が本当に真相がどこにあるのかっていうのが、噂が噂を呼んで何が真実なのかっていうのが、多くの関係者が、まあ、翻弄されて、で、まあ、すごい過激な報道であるとかネット炎上とか、まあ、口コミの衝撃とかっていう、そのなんかもう現代社会に、まあ、抱えるその闇とともになんか書き出していく、で実際の犯人は誰なんだっていうようなところがすごく面白い。情報社会の怖さみたいなのがね、書かれてそうですね。なんか自分自身が分かってるはずなのに、なんかその人からそう言われたり決めつけられると、私そう、そんな気になってくるみたいな気に、その井上真央さん演じる主人公もなってくるんですね。いやいやいやみたいので、本当の自分がちょっと分からなくなる恐ろしさみたいなところを、ちょっとこの映画で。